あ、こんにちは。なんや。なんや。なんや。こんにちは。なんや。なんや。なになになに。あ、どうも。どうも。なんですかここは。あ、とつまち会場です。あ、どうも。あの、佐伯哲と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした。え、どうした。いや、わかんねえ。俺もどうしてここに来たかわかんねえや。いや、急に気がついたらいたの。そう、気がついたらいたし、気がついたら、うん、君への誕生日プレゼント持ってきたよ。俺。何？チョコ茶で送っちゃおっかな、じゃあ。じゃあ、ありがとう。まあ、これはもう、君自身で楽しんでもらえればいいから。これ、内緒だよ、みんなには。あんまり。ね。これ見せていいの？ファンたちには内緒だよ、これ。内緒なん。これ内緒。何、どっち？どっちだよ。まあ、別に全然いいよ、これ。いいんだ。ちょっと待ってな。はい。なんかすごい。どうも、なんか佐伯哲と申します。佐伯らしいが届いたぞ。なんだよこれ。なんかすごいプリクラみたいな昔の。これチェキだよ、チェキ。チェキか、チェキか。佐伯哲との特別なチェキだよこれ。おい、じゃあ、世界に一個だけじゃないこれ。これ世界に一個だけ。そう、あんま見せるとファンが嫉妬するからさ。本当だ、本当だ。おい、なんでこのさ、テープで貼り付けてるの何これ。これ俺がその2人でね、あの最近やってなかったから宣材写真切り抜いて加工したから、うん、おい、クソだ。このチェキ俺一人で撮ったからね、写真は。あ、そうなんだ。ちょっと凝ってておもろいわ。太陽みたいにでっかくなれ。そう、でっかくなってくれ。奥まだちっちゃいかな。まだ小惑星だね。小惑星まだまだだよ。ちなみに最近はどんぐらいなの？僕はあの YouTube でさ、うん、あの惑星の比較動画みたいなのあるじゃん、うん、あの最後の方に最近ってつって多分出てくると思う。それってすごいんかな。ちょっと出てくる。だいぶすごい。地球がもうほんとミジンコレベル。あと FPS でドープを流行らせてください。お前まだこすってたんか。やっぱりさ、FPS で強いって言ったら影つくんだから、ちょっと俺じゃなかなか流行らなかったから、影つくんに流行らせてほしいなって思いまして、うん、ドープをちょ今後ね、大会とか出るかどうかは分かんないんだけど、もし出て敵を切りした時に、いや、ドープだったね、今の、みたいな感じで言ってほしいね。なんでドープなん？いや、かっこいいじゃん、一番。ドープってどういう意味だっけ？それ聞いちゃう？何？いや、あれだよ。あれあれ、ロックだねみたいな感じです。そうそうそう、いや、いいねみたいな。これでさ、なんかちょっとココアシガレットでもちょっと吹かしていいじゃん。あ、何？ココアシガレット持ってんの君？持ってないよ。ええー、そういえば、最近あの禁煙はしたの？え？最近禁煙した？僕が禁煙？うん。まあでも。昨日と比べて明らかに1本2本は吸ってないね、僕は。何？じゃあ、まあ、すぐやめれるってこと？もうすぐやめれる、本当に。じゃあ今すぐ全然やめてもいい？やめてもいい、もうすぐやめれるね、言うなればすぐに。それみんな絶対切り抜け、ここ。じゃあすぐやめれるけど、うん、まあやめる必要もまだないかなみたいな、そういう感じ。そう、みんな聞いた？とりあえずあの今の部分だけあのカットしとこう、とりあえず。あれこれって、あれこれなんかまた別の企画になりつつある。いや、まあでも、まあ、まあ徐々に減らしていってください。はい、いやでもすごいね、僕は、うん、なんだろう、君がとつまちの枠立てた時にびっくりしたよ。なんで？あ、かげつくんとつまちできるんだ。確かに僕あんまやる風潮ないもんな。いや、なんかそう、うわ、なんか遠くに行っちゃったなって、すごい広報プロデューサーずらしてたよ。いや、行けないよ。ああ、遠くに行っちまったなって。全然再起でもできるんだから。やらんの、そういうとつまちとかは。いや、俺は、いやー、やりたいけどね。そう、いや、全然面白いと思うけどな。僕再起と話す、なんか話してるの見てみたいけどね。マジで？いろんなライバーさんと、うん。じゃあ頑張ってみようかな。でも僕がプロデューサー始まったね、これ。相互にプロデュースし合ってる、もしかして。まあ、やってもいいけど。うわ、マジか。じゃあ全然お願いしようかな。FPS じゃ俺、あの、頑張ってゲーマーになります。FPS の。頑張ります。なんか一時期 APEX 結構ハマってたよね。
そうハマってて最近全くやってないからさ、ウルトの出し方が分かんなくてしょうがないのよ。なんか全然配信外でエイペックス開いててビビったもん僕。いやそうそう、一時期ほんと狂ったようにやってたよ。佐伯がエイペックス配信外でしてると思って。そう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 、いや、まあ、今となっちゃ懐かしいけどね。ちょっとなんか質問し、うん、あ、いやいや、どんどこいよ。村雲花月の第一印象と今の印象は何ですか？あーすごい、なんかすごい慣れ初めみたいな感じで恥ずかしくなるね。お前適当言うなよ。でも初めての印象はね、超怖かったけどね俺は。そうなの、よく言われてたわ。なんか全員で顔合わせみたいなのあったやん。あったあった、デビューする前、前だっけ、デビューする前ぐらいじゃない。そうあったやん。でも僕からしたら佐伯一徹はなんだろうな、うん、まあでもあんま変わらんな今と。あ、本当？うん、あ、最初から佐伯一徹やもん。なんか変わらず、なんか配信、あ、本当、なんか配信も配信外も変わらんからさ。まあ言うてね、そうだね、うん、変わんないね言うて。で僕そんな怖かった？え、超怖かったよちなみに。マジで。え、そうなん。え、ずっとビクビクしてたよ。え、なんか俺怒られ、なんか変なこと口走ったら怒られんじゃねえかなと思ってたよ。そう。あー、僕最初じゃあミスってたんかな。動き方ちょっとみんなの前で。いやいや、でもね、今となってはね、なんて言うんだろう、もう気のいい友達と言いますか。Best friend? Yeah. Yeah. Best friend forever. これ知ってる、この単語。何？今熱いらしいよ。Best friend forever。そうなん。そう。どこの界隈で流行ってるのそれ。いや、わかんねえ。わかんねえってやんだよ。ちょっと前に友達が LINE で、うん、なんかその LINE スタンプ送られてきたわ。そう。全然わからんわ。ね、俺もちょっとよくわかんねえや。おい、ふざけんなよ。じゃあ、他に、じゃあ、次は、うん、どうしようかな。ね、じゃあ、ライバー活動で、はい、心がけてることありますか？心がけてく、え、うっそ、やっぱさ、そんなこと聞くの？だってあんま同期とこういう会話せんやん別に。いや確かにね、一緒にゲームするかぐらいやん。まあそうだね、最近どうみたいな。うん、あの配信見たよ、日夜ぐらいしか話さないもんな。俺はなんか心がけてることある？なんだろう、心がけていること、原作へのリスペクト、リスペクトかなやっぱり。俺もラッパーだから、やっぱリスペクト、リスペクトを忘れずに原作に楽しんでるね、ゲームとか。いいことじゃん。そうだね。でも最近も結構長い配信とかも多いもんな。あー、ちょくちょく、まあそうだね、やれ、もうほんとね2週間に1回ぐらいめちゃくちゃ体調が良くて。あー、そういう時やってるんだ。そう、いやもう今日1日3回行動できるなっていう時あるけども、それ以外も全部声ボロボロで、うん、最近引き上げがちだね。確かに喉辛くなるよな長時間って。そうなのよね、治りづらいしね。え、でもさ、僕あれ好きだったよ、宇佐美と佐伯のなんだっけゲーム、耐久してたじゃん、ね、あー、エルデンリング。そう、エルデンリングの何十時間耐久、あれ好きだったわ。あれね、いやあれ楽しかったね個人的にも。なんかああいうんさ、僕も一回やってみたいわ。なんか、おっ、今言っちゃいましたね。あ、嘘嘘嘘嘘、今言っちゃいましたね。じゃあ考えときます。いや、なんか、いや、何時間やったんだっけあれ。まあ57時間よりちょっと下ぐらいかな。やばくない？いや、だからもう声出てなかった、後半だから。リスナーは、うん、多分俺たちが喋ってても何喋ってるか理解してなかったと思うもん正直。なんかめっちゃ声枯れてたもんな、すごい。そう、声全然違うかった。声出てなかったもん途中。そう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 、いやでもああいうんなんか見ると応援したくなるからさ。あ、ほんと？そう、結構面白かった、すごい嬉しいね。個人的になんかお祭り感めちゃくちゃ好きなんだよね、うん、あー、わかるわ。そうそうそう、え、フォールガイズとか面白いよ。あー、マジで？あれってあれでしょ、なんかデスゲームみたいな感じのやつじゃなかったっけ、フォールガイズって。デスゲーム。そうそうそう、なんかそうね、ブレイブメンロードみたいなの。クラウン取ったら勝ちなんだけど。はあはあはあ、ちょっとね、めっちゃむずい、ちなみに。あ、そうなの？いや、絶対俺また下手くそじゃん。それいや、でもね、面白いんだよ。あれ、めちゃめちゃ。そうなの、うん、
え、じゃあちょっと次どうしようかな。僕のこと好きですか嫌いですか。やばいでしょそれは。それいや、ここでもしかしてさ、後者取ったらとんでもない事情になるでしょこれ。いや、まあまあまあ、それはね、気持ちのままに正直に言った方がいいよ。いや、まあ好きですね、普通に。はい、よかった、言わせてないからね一応。嫌いだったら挨拶に行かないけどね、普通に。そうだよね、普通に。突ましなんて来ないもんな。そう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 、義務で来てるとかちゃうよね。いや別いや別に、まあ焦げつく、やっぱほら同期じゃん俺ら、うん、同期だから来ました、うん、まあ、はい、同期っていう義務でもないもんな。全然個人的に来ました。はい、個人都合で来ました、会社都合じゃありません。ありがとうありがとう。はい。いやでもちょっと来てくれてよかったわ。いや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 、ありがとうございます。逆にね、最近話しなかったもんな。話してたっけ。いやそうだね、だから直近は1ヶ月ぐらい前か、うん、いや違うわ、スタジオで会ったわ。いやそうだよ、俺挨拶聞いたわ。俺会ったわスタジオで、最近おったわ。ヶ月くんいますよって言われて、あ、じゃあ挨拶行きますかっつって、僕年限スタジオでしてる時に最近おったなんか、なんか最近が挨拶しに来たわ。どうもお疲れ様ですって言って味噌汁食ってたからさ、あ、味噌汁食ってんだっつって。そうだわ、そうおったわ最近。お互い不思議な顔してたけどね、なんでこいつ来たんやろっていう顔と、あ、俺来ちゃってまずかったかなみたいな顔で、なんか、え、挨拶って あれ初対面なんかなみたいな。ね、マジで初対面の挨拶みたいな感じだったんだよね。そう感じで来たからな、うん、あ、どうもどうも、お疲れ様です、配信頑張ってください、ありがとうございます、じゃあちょっと自分あるんでみたいな感じだったもんな、うん、いやでもごめん完全に忘れてた。じゃあ最後に、うん、何最後、村雲かげつって10回言って、うん、え、村雲かげつって10回言うの、うん、ああ、村雲かげつ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 、え、あそこにあれ紫のキャベツ何あれ、紫のキャベツなんじゃないですかそれは、え、紫のキャベツなんじゃないですか。え、何これ正解がわかんない。え、何？どういうこと？どういうこと？村雲キャベツって言って欲しかった。いや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 、さあ、カゲツが今、答え言ってた。 え、何？あそこにある紫のキャベツなんだ。え、紫のキャベツじゃないですか。答え言ってました、あなた今。あ、いやでも来てくれてありがとう。全然全然、また遊びましょう、これからも、うん、仲良かったらお願いします、はい、お願いします。じゃあありがとうございました。はい、じゃあね、じゃあね、お邪魔しました、はい、皆さんも失礼します。俺どうやって切るんだ。どうやって切るんだ。ということで、佐伯でした。